あなたは…確かエリスさんと一緒にいた。マルガレーテ。そうでした。マルガレーテさん、大帝国劇場に何かご用ですか？エリス隊長についてきただけよ。用事なんてないわ。そうですか。それにしても広い劇場ね。古いのは知っていたけど、よく見れば傷だらけ。 馬小屋かと思ったわ。よく公園なんてやってられるわね。<笑>手厳しいですね。でも建物の風格はあると思いませんか？<笑>世界で初めての歌劇団、その歴史だけは見事だわ。でもかつての栄光は失われたまま、今のお前たちはただの三流歌劇団、 誰かしら？ Thank you.
神山さん。 どうしたんだい クラリス。 そんな真剣な顔で。 私、 マルガレーテさんを驚かせるような脚本を書いてみたいです。 でもそのためには、 今の私の力だけでは足りなくて。 神山さん、お願いです。 私に協力してもらえませんか。 なるほど、わかったよ。 何からやろうか。 ありがとうございます。 じゃあ、まずは脚本のジャンルを決めましょう。 こんな感じの話はどうだろうか。 恋愛ですか？ いいですね。 私も書いてみたいです。 こんな感じの話はどうだろうか。 すみません。 それはちょっと苦手なジャンルで。 こんな感じの話はどうだろうか。 すみません。 それはちょっと苦手なジャンルで。 いろいろ提案はしてみたけど、どうかな。 クラリスが書きたいものが一番いいと思うけど。 じゃあ、恋愛ものにしてみます。 この前のデートのことも参考にできますし。 確かに、デートしてくださいって始まりは、あまりなくて面白いかもしれないな。 ああ、忘れてください。 忘れてください。 あの時は夢中だったから。 素敵な思い出だからね。 俺は忘れないよ。 じゃあ、次はヒロインを決めましょうか。 神山さんはどんな女性が好みですか？ の瞳が俺は大好きなんだ。なるほど。美しくきらめく金髪。ヒロインといえばこれで決まりだな。ふむふむ。ということは、 金髪、緑の目って、私みたいな。確かにクラリスは俺の好みにかなり近いと思うよ。へえ、そうなんですね。それじゃあ、恋愛ものの重要シーン、告白シーンを考えましょう。 それについては少しアンがあるんだ。手紙で思いを伝えるというのはどうかな。手紙の内容によっては奥ゆかしくていいシーンになると思うんだけど。手紙ですか。なるほど。ちょっと待ってください。おい、クラリス。おーい。相変わらず集中すると周りが見えなくなるんだ。
しました。いい告白シーンができそうです。それは良かったよ。少しは力になれたみたいだね。告白の後はデートでしょうか。デートでどんなことをするのか難しいですね。何かプレゼントをするとかどうだろう。自分が送った髪飾りとかつけてくれると嬉しいかな。この前のデートではそれはなかったですね。神山さんがくれた髪飾りなら喜んでつけますけど。喜んでつけてくれるの？プレゼントですから誰にもらっても嬉しいだけです。どこか好きな場所に行けば話も弾むんじゃないかな。確かに本屋ではいろいろ話しましたね。そっか、私が本を好きなのを知ってるからちゃんと場所を選んでくれてたんですね。いや偶然だよ。でも相手のことを知るのは大事なんじゃないかな。ありがとうございます、神山さん。新竜拳に言ったように二人で食事に行くなんてどうかな。そうですね、もう少し雰囲気がいい場所を選んだ方がいいかもしれませんけど。新竜拳でのデートはちょっと失敗だったかな。いえそんなことはないです。あれ、でもなぜそう思うんだろう。そうか、場所は関係ないんだ。誰と一緒にいるか、それが大事なんだ。私、恋愛というものが少しだけ分かったような気がします。いろいろな場所を回っていよいよクライマックスですね。みんなを驚かせるようなシーン、強い愛情を表現するにはどんなシーンが。そうだな、押し倒すとか。それはやりすぎか。こうですか。クラリス、押し倒すって初めてで、これで合ってますか？
この後はどんな言葉をささやけばいいんですか？今は何も言わないで。こうですか？恥ずかしいです。次はどんな言葉を？強く抱きしめて。もうこれ以上は。あなたを愛。もうダメ。を押し倒すってこんなに恥ずかしいんですね。まあ普通は男が押し倒すんだけどね。忘れてください。いっそ死んでください。でも今の流れいい脚本になるんじゃないかな。ドキドキして何も覚えてません。もう早く出て行ってください。うわぁ、分かったよ。それじゃあ。
Thank you.